にゃせよ、にげです。今日も新大久保にやってまいりました。最近新大久保率が高めな気がする。なんかチャミスルフェアみたいなのもやってたしね、新大久保。そしてね、今日新大久保で食べに行こうと思ってるお店は、まあね、渋いお店が並んでいるとこにポツンとね、なんか雰囲気いい感じのお店が立ってて、そこのランチプレートがね、いろんな韓国料理を少しずつ食べれる場所なんですよ。韓国料理って一品の量が多いから、まあいろいろ楽しむのって複数人で来なくちゃできないんだけど、このランチプレートなら一人でもそのいろんな人気の韓国メニューを楽しめるので、すごくお得なんじゃないかなと思い、今回やってまいりました。それがこちらのお店です。パレット46さんです。46っていうのかな、英語で本当は。いや、どっちかわかんないけど、まあ46でいいと思います。それでは早速こちらのお店入っていきましょうか。カジャー。テーブル席もあるし、ちょっと高めのお席もありますね。僕はカウンターに座ってます、一人なので。スープついてきました。あとお水もらってます。メニューはこの特製のプレートを食べます。プラス600円でユッケ丼つけれるので、今回ユッケ丼つけてます。この特製セットの他にもポッサムだったりサムギョプサル、あとはねプルコギのセットだったりチータッカービー、コッチャンサムギョプサル、ヤンニョムチキンとあります。あとユッケ丼もネギトロのユッケ丼だったり、フィラデルフィアユッケ丼とかに変えれる、フィラデルフィアユッケ丼。あとね、お寿司がね有名なんですよ。こんな感じで映えるからね、フィラデルフィア寿司。なるほど。そしてね、プレートのポッサムだったりチータッカルビっていうのが出てきます。以上ですね、メニューはこんな感じです。そしてランチプレートの登場です。ナムルとかのおかずがあったり、これ奥の方キムチだった、あとは唐揚げ、あとはサムギョプサとかユッケ丼、チヂミ、いろいろついてきて、トッポギも入っております。いい感じですね。韓国好きにはたまんないプレートですね。早速ね、もう黄身ぶっ壊していきます。というか、お肉のユッケって食べれるんですね、日本で。何がダメになったんでしたっけ。本当にそこら辺の知識皆無で申し訳ないです。それでは早速食べていきましょう。チャーモッケスミだ。ご飯粒が器についててちょっと汚いですね。まあ気にせず食べていきます。てか食べてる時気づいてなかったですね。まずはこの和牛ユッケ丼から。こんなにいっぱいあったら何食べればいいかは迷うんですけど、最初、まあ、一番最初に手をつけた丼か食べました。この丼がね、黄身がね、すごいお肉にすごく絡まってるのはもちろんなんですけど、あったかいご飯にもねしっかり絡まるのでね、なんかひんやりしたお肉とあったかいご飯に黄身のトロトロ食感加わってね、ものすごく美味しいですね。そしてね、次がこの唐揚げ。唐揚げとかね、サムギョプサルはまあおまけじゃないのかなとか思ってたんですよ。実はこういうお得なランチプレートってそんな大して美味しくないだろうなとか思ってたんですよ。本当に偏見なんですけど、ただね、そんなことなかったですね。唐揚げサックサクです。しっかりね、温かさもあったので、まあ揚げたてを提供してくれてるんだなっていうのが伝わってきますね。っていうか、もうサクサク度合いからね、揚げたてっていうのが感じますね。唐揚げはまあプレーンの唐揚げになってます。そしてお肉、これは和牛お肉みたいな、おひたしみたいなお肉だった。あとはナムルの人参、そしてサムギョプサル。サムギョプサルはサンチュと巻いて食べれます。サンチュかシュレギサードどっちにするか決めれます。そして、ね、何つけて食べればいいんだろうって迷った挙句ね、そういえばキムチあったっていうんでキムチ取ります。あとね、見えてないんですけどサンジャもちゃんとあるのでね、全然ね食べてる時気づいてなかった。まあ途中から気づくけどね。今開けたやつはトッポギですね。こう定期的にね、ユッケ丼に戻るんですよ、箸が。もうユッケ丼がねかなり美味しいんですよね、やっぱり。あとトッポギもチーズ絡まったトッポギかな。これはね、甘さそんな強くなかったし食べ進みやすかったですね。お餅も結構もちっとしててね、あ、結構質がいいトッポギだなって思って食べてた。またユッケ丼手伸ばしてますね。ほんとなんかね、これが一番美味しかったかな、僕は。やっぱお肉って正義だなって感じた。美味しさのあまり箸も踊ってますね。そしてチヂミ。このチヂミは、まあ、パリッとはしてなかったんだけど、中はもっちりしてて、あと味もねついてたんでね、美味しかったですね。全体的にやっぱ味美味しいなって感じる。この海苔巻いて食べるのも好きだったな。コンナムルとか、あと手前にあるほうれん草のおひたしだったかな、あれは、とかもね、あと人参のナムルとか、そういったナムル系がねすごく味付けしてあってね、食べ進みやすいんですよね。ちゃんとね味が口の中で広がるんですよね、その出汁の味っていうのかな。だからね、すごく美味しいですね。なんか一品一品がどれも質
が高いんですよね、とても。まあそれはね、チヂミめちゃくちゃ美味しいよとか、チキンがすごく素敵だよっていう、そういう看板メニューとして掲げているお店に比べたらちょっと劣るとこはあると思うんですけど、変に適当に韓国料理屋さん入ってチヂミだったり、あとチキンよりかは断然美味しいですね。標準よりかは全然美味しくてね、普通に楽しめます。美味しいと思いながら食べれるからね、本当にこのランチプレートお得だなって思った。サムギョプサルに関しても、まあ分厚さっていう面では僕が今まで紹介してきたお店に比べたら、それはもちろんね分厚さは劣るんだけど、味はねそんな悪くなかったのでね、まあ普通に楽しめるなとは思いますね。なんでね、まあ総合的に考えてどの料理もね、先ほどから言ってる通りとても質が高くてね、まあ美味しくいただけるなって思いました。結構お得なランチプレートだなって感じた。本当にね、来るまではねビビってたんですよ。実はなんかインスタで見つけて、あこれちょっと良さそうだなって思ったんだけど、どうだろうな、見た目だけじゃないのかなとか思ったりしてね、ちょっと不安な部分もあったんですよ。ただそんなことなくてね、すごくおすすめできる料理だなって思った。あとですね、量に関してなんですけど、まあ見た目から分かる通り結構こうボリューミーです。チヂミもね2切れ入ってたり、唐揚げとかチキンかも2切れ入ってたり、サムギョプサルに関しては 4,5 切れ入ってましたね。であとこのユッケ丼なんですけど、これまあ小さいお茶碗のように見えるんですけど、1杯分はありますね。お肉も入ってるしね、だからねその分容量かさまってるからね、結構入ってます。もうお腹いっぱいになれるしね、いろんな韓国料理をちょっとずつ楽しめるし、だいぶいいプレートだなって思いました。なんかあれですね、あの韓国料理いろいろ食べてみたいなっていう方にはすごいぴったしだなって思った。韓国料理好きになって、まあ多分 K-POP とか最近だったドラマから好きになって、で韓国料理見てて、その映像の中で、あ食べてみたいなっていうので、でも韓国料理いろいろ食べてみたいな、どれが美味しいんだろう、トッポギも食べたいし、サムギョプサルも食べたいしっていう時に、だからこのプレートでちょっと一歩踏み出してみるのもありなんじゃないかなって思った。それぐらいね、どの味も漬けも良かったしね、まあ、量も適量だしね、まあ、韓国料理って美味しいんだ、こんなに美味しい料理なんだって感じやすいものになってるんじゃないかなと思います。本当に素晴らしいプレートだなって思った。あとね、このパレット46さんが恵比寿にもお店構えてるみたいなんですよ。で、もともとは恵比寿のこの店舗にあったランチメニュー、このプレートのメニューかを新大久保の店舗で2021年の10月から売り出したそうなんですよね。だからね、新しいランチメニューなんですよ、これ新大久保にとってはね。だからね、今もね結構お客さんとかね、昼ぐらいになったら続々と集まってきてるので、まあ11時半ぐらいに入るのがベストかなって思います。僕日曜日の11時に入ったんですけど、帰る時が12時前だったかな。その頃にはもうね、予約されてますか、予約されてなかったらちょっと待ってくださいみたいな感じで列ができてたんですよ、もうすでに。だからね、まあ11時半ぐらいに行くか予約して入るかがどっちかがおすすめですね。このランチプレートとプラス和牛ユッケを合わせたお値段が1800円です。ただランチプレートに和牛ユッケじゃなくて白ご飯でいいよっていう方であれば1200円のランチになります。和牛ユッケがねプラス600円かかってるので、まあどっちでもいいかなと思うんだけど、僕は今回このメニューの中で一番新しい体験できたものは和牛ユッケ丼だったので、でかつね一番美味しく食べれたのでね、まあ、あと新鮮さっていうのもあったので一番美味しく食べれたんだと思うけど、まあ和牛ユッケ丼プラス600円払って頼んでみるのはすごくいいんじゃないかなって思います。そして最後はね、いろいろおかずが余っちゃってので、あの丼の中にねちょっとずつ入れて食べていきます。こんな感じで、お肉、キムチ、こんな感じでミニ丼にしてスプーンでサムジャン乗せて食べました。チャームごっすみだ。かなり美味しく食べれましたね。あ、そう、スープがね、ついてきてたんですけど、全然スープ飲んでなかったので、まあ食後のスープとして飲んでます。本当はスープって食前に飲むものみたいなんだけど、なんか写真とか撮ってたら、スープ飲むの忘れてた。本当に一品一品どれもね、味が良かったので、楽しめる韓国料理ランチになってるんじゃないかなって思います。いろんな韓国料理楽しみたい方だったり、まあ韓国料理、まだいろいろ知らないところが多いから、まあトッポギとかチキンとか、まずちょっとずつ食べてみたいなっていう方にはすごくおすすめになってるんじゃないかなって感じます。で結構混雑してくるので、予約するか、まあ11時半ぐらいに入るのがすごくおすすめになっております。それでは今日は新大久保にあるパレット46さんの特製パレット46プラス和牛ユッケのランチプレートのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。アニョーン。